調布と殺し場は、新末民発の軍人。北洋系で、北京政府の中でも主にヤンキ派に属した。字は、腰。新朝では、北洋部 B 学堂卒業後に、遠征外が創設した、新し権陸軍に所属した。以後、左岡砲兵領艦、北洋常備軍協等、山海艦巡防衛統領、北洋第五鎮鎮等、天津鎮樹氏。 直霊婚政教統領官などを歴任した。1912年1月、法弁三党房勤務大臣となる。その後に暗記準部に移動した。1915年8月、チャハル都党に就任している。12月に、遠政外が皇帝に即位すると、一党男爵に封じられた。1916年5月、西部将軍に封じられ、処理三党軍務となった。 同年6月の遠征外死後、7月に、長夫所芝は、三島特軍に任命された。これ以後、長はアン派に属して、断基図を支援し、アン派特軍による、十三省連合会にもなお、連ねている。1918年2月、商工検越史に任命され、湖南省に遠征したが敗退した。1919年1月、 北京政府の参謀本部総長に任命された。1920年の安直戦争の直前には、相当、女性省の命により、長太殺し場は、強葛羅台と共に、直霊派との調停に奔走したが成功しなかった。安期派が敗北すると、長は直霊派に転じている。1924年9月の第二次、笹口家戦争では、 三謀総長兼前的総集法書所長として、直令派に加わった。しかし、法典派に敗北し、長も下野した。以後、天心に隠居する。1934年、病没。去年73。ありがとうございます。